チャリの当選台パルが出てきました,たお邪魔します <laughs> ハードでしたねはいお話をいただいてあの原作を読ませていただいたときに一番最初に感じたのが 姫ちゃかわいいなってすごく思ってっていうのもおさむさんに出会って恋をして好きな人にまた会いに行くためになりたい自分になるためにダイエットを決意して頑張るそのひたむきさがすごい原作読んで応援したくなるような気持ちだったのでひめちゃんのまっすぐな可愛らしさは大切に演じないといけないなと思いました私も拝見させていただいても、はい、すごい応援したくなってます ありがとうございますぽ <laughs> っちゃりの等身内パネルが出てきました,ああた <laughs> お邪魔します <laughs> これ今持って帰っていいんですか <laughs>、はい、そうですね、す確認の上持って帰っていいかもしれないですねです確認しておきますねあすみません、よろしくいし <laughs> はい今回特殊メイク、そしてファットスーツを着て、はい、ダイエット前の姫を演じていらっしゃいますが、はい、その演技に挑んだ時の心境はいかがでしたか そうですね、最初はすごく不安だったんですけどでも私はこの作品において太ってるのが悪いとか痩せてるのが可愛いとかそういうことをお伝えしたいわけではなかったので、まあ、あの最終話まで演じるに通してこう変わらないことを意識して姫ちゃんのポジティブさだったりとか力強さを大事に演じさせていただいてただすごく重かったです。 やっぱり重いんですね、はい、体力的にはすごくハードでしたねかなりあの時間もかかるんですか特殊メイクだったりそうなんですあの完成するまでに4時間落とすのに30分5日間やらせていただきましたね4時間かけても30分かかるんですね、はい、落とすのにもそうなんですそれは大変ですねで<も>日が昇る前にね、<laughs> はい、入ってたもんね現場ねそうなんですそう大変そうでした、うん、本当に <laughs> はい、<laughs> それは大変ですすすねねね体力勝負ででで、ね、そうです、ね、でもあの本当にインに作品に入る前までに何度も何度もあのこの,ポチャコの衣装合わせもたくさんしていただいてあのこのいざ全てを身にまとうといろんな不安があのいらないくらい役に入り込むことができたのでそれは本当にスタッフの皆様に感謝だなって思っております。あの 原作を実写化するにあたって一番違うところはですねあのダイエット情報がより盛り込まれているというところなので一緒にあのこの作品を通してダイエットのお勉強もできるんじゃないかなっていう点とあともう一つあのおさむさんとひめちゃんの,あのラブストーリーがこう丁寧にゆっくり描かれていく中で舞は あの必ず姫ちゃんの妄想シーンっていうのがありましてそこは本当にテストで思わず照れて止めちゃうくらいあのストレートな胸キュンシーンが入ってるのでそちらもぜひ期待していただけたらなと思います。